リオン準備完了よ。少佐たちの信号が来たらすぐに作戦を始めるわよ。その前にメイに伝えることがあるわ。あなたの心臓に取り付けられた爆弾の誘爆システムを解除したわよ。これで爆発することはなくなるけれど、第三律者の意識が覚醒を始めるわ。無理しないでちょうだい。まだあの力を完全に制御できないのだから。学園長、心配してくれてありがとうございます。テレサでいいわよ。今の私は天命に背いた反逆者よ。もう聖フレイヤ学園の学園長じゃないわ。ごめんなさい、私のわがままであなたたちまで巻き込んで。そんなことは言わないでください。天命を離れたとしてもあなたは私たちが尊敬する学園長です。2年前律者である私を聖フレイヤ学園に迎え入れてくれたのはあなたです。あなたが私に居場所をくれました。あなたがいなければバルキリーとしての私はいませんでした。もう2年経ったのね。早いわね。私は体内にいる律者が私の周りの人を傷つけてしまうのではないかと恐れていました。でももう逃げたりはしません。この力で大切な人たちを守ります。メイ、話の途中に申し訳ないが、シールドに反応があったようだ。あ、テスラ博士たちとの通信が途絶えてしまった。分かったわ。メイ、出撃の準備よ。作戦開始。ふん、即戦即決よ。やっ、第1幕終焉を迎え、第2幕
了解です、隊長。思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。行きましょう、艦長。頭が重く、クラクラする。でも、どうしてあなたの姿ばかりが…任務を終えて帰ってきた時、決まって学寮のドアを蹴り破って、メイ先輩ただいまというあなたが好き。私に抱きついて、耳元でお腹が空いたと言う。キアナちゃん、決して私が許さないわよ。お待たせ、一緒に帰りましょう。行きましょう、艦長。ちょっと不安かも。了解です、艦長。私の番です。まだ終わらないの？無様だね。全く歯が立たないではないか。口だけ達者だこと。お前に何ができる？私の力を貸してやろう。これが列車の力？あいつとは決着がついていない。ここで死なれては困る。まさかお前みたいな臆病者と目的が一致する。心配して損しちゃった。そろそろテレサたちが来るのか？なら実験も次のステップに進めるとしよう。防御シールドが完全に解除されました。ハイテリオンは間もなく実験室の上空に到着します。おかしいわ、守備が薄くなってる。わざとそうしているみたいに。何が起こっているの？強烈な波動が感知されました。メイ！メイ先輩、メイ先輩。キアナちゃん、無事なの？私は大丈夫だよ。無事だし、生まれ変わったみたいなの。キアナちゃん、嬉しいな。目を覚ました時にあなたがそばにいてくれるなんて。さあ、今もう一度私と一つになりましょう。コンケストジェム。遅かったか。すでに崩壊に支配されている。今のあいつは危ないぞ。いいえ、危ないからこそほっとくわけにはいかないの。いいだろう。敵が律者ならこっちも律者の力で解決をしよう。がっかりさせるなよ。キアナちゃん、あなたはずっと私のそばにいてくれた。私もあなたを一人にはしない。艦長、次の目標は何ですか？了解です、手段は選ばない。艦長、次の目標は何ですか？
かも。了解です、艦長。やった！私の番です人類、存在そのものが間違っている。戦争、欺き、嫉妬、貪欲、人類のせいで私は全てを失った。でも今日、私は全てを飲み込む。私が崩壊なのだ。 Thank you.
お待たせ、一緒に帰りましょう。